アルビレックス新潟のホーム新潟市に行った時の激うまカレーが忘れられない。新潟にやってまいりました。この新潟にやってきて美味しいものを食べようと思うんですけれども、場所はバンダイシティにあるバスセンターなんですけど、その中にあるバンダイそばのカレーが激うまです。こちらがバンダイそばなんですけど、立ち食いそば屋なんですけど、カレーが美味しすぎて2017年にアメトークカレー大好き芸人で紹介されて知名度が爆発しました。それをきっかけにカレーが一番売れるメニューになったそうです。注文すると5秒くらいで出てくるんですけど、熱々で豚骨スープをベースに香りの高い黄色いカレーになってまして、中辛くらいなんですけど、コクがあってやみつきになります。新潟は海鮮が美味しいからついそっちに行きがちですが、新潟に行ったらミニサイズでもいいから絶対に食べてくださいね。